どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またお人形さんでこのうざい前髪を簡単で可愛くするアレンジ方法をやっていきたいと思います。結構リクエストもあって、まあ、前髪アレンジにお悩みの方だったりとか、まあ、前髪伸ばしてる方だったりとか、まあ、ちょっとカジュアルなイメージになっちゃうんですけど、結構可愛く仕上がるアレンジになってますので、前髪アレンジでお困りの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、では始めていきます。まずアイロン、ストレートアイロンですね。で、前髪に熱を入れていきます。しっかりと髪の毛がまとまるように熱を入れてください。次にバームをつけていきます。毛束にしっかりとつけて、毛羽立ちがないぐらいまでつけてください。表面とあと裏側、このあたりもしっかりつけることがポイントです。次に前髪の部分の分け目をジグザグにしていきます。指でこうジグザグジグザグとすると、分けるとこんな感じにジグザグになるので、この風に分けていきます。で、分けた前髪を取り分けて、で、横のこの髪の毛も全部上げちゃうと結構お顔が全部見えちゃうかなと思うので、この部分はだいたい頬骨とか、まあ、目尻ですね、らへんに髪の毛がかかるところはもう置いといてもらって、前髪とこの表面の部分を一緒に分け取ります。ここはもう置いてる状態ですね。で、分け取ったところで後ろに軽くねじっていきます。で、ねじったところでアメピンをつけていきます。ここの毛先の部分とこの根元の髪の毛ですねを同時にこの巻きつけた方向に向かって差し込みます。くさっとするとこんな感じで止まります。止めたところで少しこうピンの部分を押さえながら、ちょっとこう巻きつけたところを少しだけでいいのでボリューム出します。あんまり出しすぎると崩れやすいので注意してください。反対側も同様に、ここに落ちてくる髪の毛は上げないで、その横のこの辺の部分ですねの部分の髪の毛を少し取ってねじっていきます。で、巻きつけたところにピンをこっちの方向に向かって差し込みます。こんな感じで、で、ピンのところを押さえながら巻きつけたところを少しだけボリューム出します。はい、こんな感じで完成しました。もう前髪の部分と表面の部分の髪の毛をねじってピンで留めてるだけのアレンジになります。で、ポイントはもう目尻のところに髪の毛が絶対落ちてくる状態にすると可愛く仕上がりますので、よかったら参考にしてみてください。